皆さんどうも、高島です。今回はですね、埼玉県にあります34万人都市、所沢市の市街地を散策した時の様子を動画にアップして参ります。この時は西武新宿線を利用しまして、所沢駅の方までやってまいりました。こちらは西武池袋線も通っている駅です。改札内にもすでにお店が多く便利そうでしたが、改札の外に出てからもですね、 こちらグランエミオという商業施設が入っている駅でありましてその分お店も多くて歩いている人たちもかなり多く感じますねそれにしても駅の中は大変綺麗ですよねということでまずは駅の東口に出てみることにいたしましたこちらがですねメインの栄えている方の駅前ではない逆の方になるんですねということで駅前の様子となります あんまり映像の方で映ってないんですが、西武鉄道の本社があったり、あとはこのようにね、オフィスビルなんかが、えー、堂々とね、えー、構えられている。そういう風な景観であるかと思いますけれども、こんな感じでですね、あんまり商業施設というのは多く見られなくて、まあ、このようにね、オフィスビル、銀行の建物だったりっていうのが目立つ感じで、まあこのように建物も数階建てで、えー、結構静かな 景観だなという風な印象がありますよね。その分、グランエミオが入っている所沢駅の建物を見るとね、かなり目立つ、そういう景観になっている気がします。ということで、もう一度ですね、所沢駅を抜けていきまして、今度は逆に栄えている西口側を見に行くことにします。それにしても本当に駅の中ね、綺麗ですね。ということで、西口の駅前の景観を見ていきましょう。 ビッグカメラとか書いてますけれども、こちらが西武の商業施設になりますね。ロフトだったり、自由だったり、入っていて便利そうですね。その周りにも中規模なオフィスビルが見られます。少し立ち位置を変えてみますと、西武の奥にですね、大変高いマンションが建っていまして、で、こちらね、駅西口北側の方になるんですけども、まあ、こちら下の方降りてまいりましてね、で、改めて、 西武とマンションそしてねこの北側ですねこんな感じでお店とかが増えてきてこのようにね商店街が見えてまいりましたので歩いていくことにいたしますこちらがプロペ通りという商店街だそうですこのようにドラッグストアやカラオケ店居酒屋パチンコ屋そしてファストフード店などいろんなお店が所狭しと並んでいるそういう景観になりますね それにしてもこれだけ多種多様な商業施設っていうのが通りに並ぶっていうのはあまり地方では考えられないことでありましてねまあ高知出身関西在住の私としましても驚く景観ですしそして羨ましいなと感じますさすが関東の土地だなというふうに思いますねでこれだけナレーションを続けていましてもまだこのように商業施設が途切れることがないんですね これ少しずつ駅から北西の方面に離れていることになるんですけれどもこの辺りカラオケ店だったりこのビリヤードダーツそしてゲームセンターなどのアミューズメント系の、ね、建物が増えてきたようなそういう気もしますあとこの街、プロ野球の埼玉西武ライオンズの本拠地でもありましてそれに関連するイラストや写真だったりというのも街中で見られますね あと経過を見ていて思うのが、駅前の繁華街でありながら、そんなに夜のお店というのが目立たないということですよね。ということで、300メートルほどあったプロペ通りを抜けてきまして、こちらの道路が県道337号線となります。通り沿い大きめの ok のスーパーマーケットの建物があったりしますけれども、この通りを少しずつ北の方に歩いていきます。 そういえばこの日風が強かったんですけども、この映像でね、よくお分かりいただけるかと思います。で、この辺りの景観なんですが、相変わらずね、オフィスとか商業系の建物となると、小さめの建物が多いような気がしますね。そして、本当にアパートとか集合住宅が多いように感じます。目の前に西部新宿線の線路と電車が見えてまいりましたね。こちら、飛行機振動という通りを北の方に進んでいる感じになります。 ということで、これから所沢市で大変有名なスポットに行きたいと思います。こちらが所沢航空記念公園であります。こちらが1911年に日本初の飛行場であった場所であるそうで、まあ、戦後は在日米軍の通信基地となっていたようなんですが、まあ、その場所のね、一部が返還されまして、えー、現在ではこのように公園となっているという形だそうなんですね。 で、公園内を少しずつ奥の方に進んでまいりますとね、このように人が一気に増えていきまして、まあ、移動販売の車であったり、このようにね、なんか飛行機の展示のようなものがありますね。で、こちら建物が見えてまいりましたが、こちらが所沢航空発祥記念館という場所だそうです。それにしても、この公園の敷地めちゃめちゃ広くてですね、ご覧いただいてわかりますように、かなり多くのお子さんが遊んでらっしゃったりするんですけれども、 ゆったりと安全に遊ぶことができそうですよね。で、さらに歩いていきますと、このように大変桜が美しいエリアもありました。もちろんこの時散策したのが春でありましたのでね、こういう光景を見ることができました。で、さらに公園の端の方に進んでまいりますと、こういう風にね、えー、スポーツをするテニスコートとかがな、えー、そういったエリアもありました。ということで公園を出てまいりましたが、 本当に広い敷地ということで皆さん思い思いね、過ごされているのが、えー、大変いい光景でありました。で、また目の前、西武新宿線の線路と電車が見えておりますけれども、これからですね、少し北に行きました、新所沢という、まあ北西かな、そういうエリアがあるんですけれども、その辺りを目指していきたいと思います。 でこの辺り道頓堀のお好み焼き屋さんとか見えていますがまあ住宅地がメインとなっている通りをまず進んでいきますこれね航空の増しということでちょっとあまり見慣れない形の飛行機なんかも飛んでいますねで現在歩いている通りが国道463号線の通りでありましてこちらこの辺りのエリアで西武新宿線のやや西側に通っている通りなんですね で、これまでは割と住宅地が目立つようなエリアだったんですけれども、まあこんな感じでね、だんだんと商業施設が目立ってくるような場所になってまいりますので、そのあたりを見ていきたいなというふうに思って歩いております。まあこの道自体はですね、今県道6号線と書いておりましたが、ちょっと、えー、国道から外れる感じとなりまして、まあ寄り道回り道という感じとなっております。まあでもこのあたりね、 青木の新主服屋さんだったり、上心の家電屋、そしてジョナさん等のね、ファミレスなんかもあって、結構いろんなお店がありますね。この辺りをどうやら欅台というそうです。ということで、国道の辺り戻ってきまして、こちらね、ドンキホーテがありました。ちょっと食料をこちらのお店で調達してからですね、また国道を北の方に上がっていくことにいたします。ドンキホーテの向かい、家具屋さんがあったりしましたね。 そしてこちらねバイク屋さんがあってその向かいにはなんとなんとココイチとカラオケの招き猫がくっついている、えー、そういうお店もありますねでこちら洋服の青山があったりでスタバもあったりで急にねもう松屋とかシャブとかすごい、えー、一気にお店が増えてきましたねでねまだまだ紳士服やバイクやこの自転車やそして赤からなど飲食店が連なっている感じとなっておりますけれども それにしてもなんかそそれれぞののお店の駐車場がが広いいよようなそういうな印象がありますよ、ね、ますねあ関東の都市景観って言ったら東京都心のようにねもう狭い土地にものすごい建物の高さがぎゅうぎゅう詰めになっているという印象が強いですがやはり関東平野自体は広いですからね、えー、その雄大な土地にね、えー、余裕を持ってこういうロードサイドの店舗とかがいろいろ建っているというのをねまた、えー、そのね関東らしいということかもしれません。 で、この日は本当に体が飛ばされるほど風が強くてですね、このようにびっくりドンキーの倒れた登りが私の進路を遮ってきました。で、映像のあたり、だいぶ新所沢駅の西側に近づいてきたんでありますけれども、この辺となってきますと逆にですね、まあ、こんな感じで、まあ、焼肉屋さんだったり、大手のカフェなんかが連なっておりますが、まあ、結構商業施設とかはね、まあ、カーディーラーとかありますけども、落ち着いてきたような、 えー、そういう感じはしますね。まあ、とはいってもまだ開発クラブとかね、あったりしますけど。まあ、で、この辺りをですね、えー、まだ奥の方、商業施設、多少続いておりますが、東の方に行きまして、新所沢駅周辺を見ていくことにいたします。こちらね、声優のスーパーなんかが見えておりますね。まあ、反対側にはものすごい数の餃子を売っている餃子屋さんなんかも見えますけれども、 で、こちらの新所沢エリアでありますけれども、都市公団、現在の UR 都市再生機構が開発した集合住宅っていうのが立ち並んでいる形となるんですね。まあ、西武鉄道ですぐ東京方面に行きますから、そのベッドタウンとしての役割が強いエリアのようです。で、映像の方、だんだんと駅周辺近づいてまいりまして、まあ、デニーズやガストなどのファミレスが見えたりですね、あとは集合住宅の1階に 個人の方がやられているような小さな飲食店やクリニックなどが立ち並んでいるそういう都市景観となりますそれにしても本当に落ち着いた治安の良さそうな景観でありましてパチンコ屋さんなんかも見えましたけれどもなんだかねあのそれですらこの都市景観に馴染んでいるような感じがしますねでなんか複合商業施設が見えてきたなと思ったらなんとこちらパルコがあったりするんですね でそのパルコについても気になるところでありますがまずはねちょっとパルコの奥の方にある、えー、市街地のエリアも見ていきますまあこんな感じで小さめのオフィスや集合住宅があるエリアなんですがこのようにねカラオケとかいろいろお店が入っている建物もありますねでなんかパルコの建物の間を抜けていけそうだったのでねい歩いてみることにしました で、左手、スターバックスコーヒーが見えたり、そしてね、このように映画館も入っているんですね。大変開放的な雰囲気のあるパルコでいいですよね。で、駅前に近づいていくに従ってですね、より計画的な感じのある集合住宅のエリアが見えてきましたけども。で、こちらがですね、なんか声優とか見えて、えー、いろいろお店がね、連なっている部分もありますが、 こちらが新所沢駅前となります。その南側ね、もう少しお店とかがありそうだったので歩いてみることにしました。これ右手が、えー、先ほどのパルコになりますね。こちらドトールコーヒーとかね、ツタヤとか入っている建物がありますけれども。まああと居酒屋なんかも入っていまして、ベッドタウンの街のね、駅前らしいといった感じでしょうか。 ということでその辺り少し覗いてからですねでこちらまた声優の看板見えておりますけれどもこちらが新所沢駅の建物となるんですねで今まで駅の西側を見てきた感じになりますけれども少しね駅の東側も見ていくことにいたしますということで駅を抜けてきましたでこれが東側の駅前の景観となるんでありますけれども まあこのように広めのロータリーがあったり、そしてなんかね、こういった地元感のある商店街とかあったり、まあミスドにオリジンがあったり、で、こちらまた商店街らしきところがあってね、なんだかローカル感、そういったものを感じる雰囲気の都市景観となっていますね。またこちらもね、なんか商店街らしき通りが見えてきます。まあ今回はこの辺りのエリア、そんなにしっかり歩いておりませんが、 またその商店街をじっくり見てみても面白いかもしれませんね。ということでこの新所沢駅から所沢の街を離れることにいたしました。これ撮影時期が結構前のものでありまして、この時は新宿の方に宿を取っておりましたので、そのままこれ西部新宿線で新宿方面に戻れるという、大変便利ですよね。ちなみに私はですね、 所沢市を訪れたのも、おそらく西武鉄道を利用するのも初めてだと思います。でも街並みが落ち着いていて、そして便利で、そして都心にも行きやすいということで、一度訪れただけでその街の便利さ、魅力というのが伝わりましたね。ということでね、東京方面に帰ることにいたしました。ご視聴ありがとうございました。